チャンネル。はい、西漢方薬店の西です。西漢方薬店ではオンラインでの漢方相談を行っております。漢方相談は無料で、説明に納得していただいて漢方薬を購入する形をとっております。1分でわかる処方解説、本日は頭筋子になります。比較的体力の低下した人の皮膚疾患で、皮膚のかゆみを主訴とし、分泌物の少ない場合に使用します。薬味は地黄、芍薬、陶器、仙球、七里子、防風、花臭、境外、奥義、肝臓の10種類になります。10種類の生薬からなり、主薬である陶器の名を取って名付けられました。下地等に七里子、防風、花臭、境外、奥義、肝臓が加わった処方になります。下地等の補血・活血作用で血虚を改善します。花臭の補血・滋陰作用で血虚を改善します。七里子、防風、境外の虚風作用で患部のかゆみを改善します。奥義・肝臓の補気・健脾作用で皮膚に栄養を送り、潤いを与えます。ポイントとして、陶器因子症は分泌液少なく乾燥して、赤み少なく発疹は隆起せず扁平、老人に多いと覚えましょう。ぜひ陶器因子覚えてみてください。こちらの内容は教科書的な内容になっておりますが、教科書通りにならないケースが多々あります。ご自分で判断せずに、我々のような漢方の専門家にご相談ください。それではまた。